ム初心者がこちら見ていく鉄血のオルフェンス50話最終話やっていきましょう。ぜひとも皆さんグッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いいたします。ということでいよいよ2期もラストということで、こういう風にプレミア公開一緒にみんなで楽しんでいこうって感じでね、今僕もあのコメ欄にいると思いますけどもね、あの皆さんこんにちは、こんばんは、ブラジルはあのおはようになってると思うんだけどもね、あの日本ではこんばんはということでね、だからもう楽しくイエイって感じでプレミアでやっているわけですよ。ところがどっこいオルフェンズは楽しくイエイといけてないのがこの2期なんすよ。どうしたもんかもう何度泣いたかわからん。いろんな作品をねこのチャンネル始めて見てきましたけど、もう過去一でずっと泣きっぱなんだよこれ。どうなってんだよ本当に。でここからの展開予想っていうのも、ね、していくわけだけど、どう考えても地獄よ。しんがりをしてるわけでさね、あんだけの大軍さあどうなるのか、もう地獄やん。どうやってここから去るのね、えわかんないよ俺、怖いよマジで。今だからね、みんなと楽しくイエイって感じで見ていきたいんですけど、ちょっとそんなねあの流れになりそうにないなっていうところと、あとはまあみんなもそうだと思うんですけどもね、こういう辛い時って一人で見るよりはみんなでねこうイエイとあの一緒に集まって見る方が多少なりともねダメージは少ないのかなとも思いますんでね、僕も多分今何か起きた時っていうのはもうコメ欄に逃げてると思いますけどだからあのみんなも困ったらチャットがね今ありますんで、そこで楽しんでもらえたら。でこの動画をもしもリアルタイムのプレミア公開じゃなくて後で見てる方がまあいると思うんだけど、いたらコメントのところチャットに切り替えれるんで、そこ見てもらうとリアルタイムの動きとかもね見れるんで、ぜひともチェックいただけたらなっていうふうに思います。そんなこんなで地獄へ行こうか、止まるんじゃねえぞって言われたんで止まるわけにはいかねえよ。ラスト最終回みんなで一緒に行きましょう、たどり着く場所へ。それでは行きましょう、レッツゴー。せーの、ロー穴か穴だ、やったドゥー、上でも荒れてる、うわ最終回っぽい感じ、そこからかよマジが、ここでうわ前回みたいなパターンだ、やべえやべえ、特殊 OP、 あーかっこいいけど怖いんだよ、トロは一度下がって、友人も下がって、やべえかっこよさで毎回泣いちゃう、あやばい。から伝言、トンネルの作業が終わってみんな移動を始めたって、美しくあれ、戦士よ。クリュセに着く頃らしいよ。そうか、じゃあ最後の一組。そうじゃない。おお。みんながクリュセに着いたって終わりじゃない。おお。仕事を果たせ、副団長。うわあ。おお、やだよ、怖えよ。ああ。おお。立て、お前も下がれ。ふざけんな。誰にも乗りて。両腕のねモビルスーツってどうすんだ。おお。ここは筋肉体が引き受ける。いけよ流星隊。つれ。さあ。まだ仕事は終わりじゃねえと言ってオルガの命令を果たせ。うわー辛すぎるわ。そっか、リーダーたちが残り2番手が下がっていくっていう。よく戻った。おお、俺たち以外はトンネルの中だ。うわー準備も今終わりました。おお、じゃあ俺たちも行くぞ。行くって、まだ三日月たちが。あいつらなら後で合流する。うわ三日月たちにはまだ仕事が残ってる。ああそうだ、そんで俺たちにもな。うオルガの命令を果たすまで止まるわけにはいかねえんだ。止まるんじゃねえぞな。だよな三日月。うわこうやって残っていくわけか。でももういいよ。ふざけんな、お前が残ってんのに俺が引けるか。じゃあ足引っ張んないでね。お前これ終わっても担いで逃げてやんねえからな。アキヒロアルトランド、かっこよすぎるわ。ビッグフルシティ、三日月。うわガンダムバルバトスルプスレックス。おお、うわーかっこいいよ。行くぞ。かっこいいよ。あーもうかっこよさに免じてもうほっといてくれよこいつらを。あーやべー、なんかっこよすぎる。こいつらバケモンじゃねえか。なんか当たりが弱くなったな。おお、そりゃ向こうからしたら残ってんのが俺たちしかいねえ時点でもう勝ちは決まってんだ。おお、勝ち戦で死にてる奴はいねえだろうよ。そうかそうか、まあまあそうだろうな、心理的には。何をなさる気ですか、イオク様。そのようなお体で味方の士気が下がっている今、私が手本を示さねばならぬ。おー出ろ出ろ出ろ、出てほしいよ。まだあなたが出る幕ではありません。おめえらダブルで出ろ。ジュリエット、
我々にはどんなに非常であっても通さねばならない大義があるのです。おう、死をもってそれを通せ。こいつら嫌いや。イケてるけどな、そっち陣営で考えれば。ライド、おう、よかったわメルビットさん。俺よく頑張ったわね。本当にな、俺は団長。いや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 、あんな無理やって。あなたが情報を届けてくれなかったら、うん、私たちはここにいなかった。そうや、そうや。あー間違いね。よう頑張った、よう頑張った。今友人が残ってた整備班のみんなとトンネルに入ったところだ。じゃあ戦闘は終わったんすか。いや、全員がこっちにたどり着くまでまだ三日月と秋広が戦ってる。なんで下がった。レイン、どうかした。音が、わお、戦闘の音が聞こえない。でけえのかますのか、なんだ。うわ、またそれか。こいつら敵で仕留めるような化け物はもはや人ではない。いや、禁止ちゃうんかい。獣を仕留めるにはふさわしい作法というものがある。こういうとこだよ。ダインスレイブ隊放て。ただの悪じゃねえかこんなのは。うわー、マジで。うわお、ギャルホルンか。これ本部の嘘やってやつですか。そんな連絡来てないわ。それにこんな規模の爆発、まさか。今日になって現場からの報道がなくなってたのは、あー使ったってのか。うーわ、ほらほらほら、この世の悪いところが出てるよ。都合のいい報道、映すものは映す、映したくないものは映さない。参考にせなあかんで。この世と同じ。いやー、あー折れてる。うーわ、あー、これ死んだのかな。おお、でも俺はこの場所を知ってる。そうだ、これはあの時の、うん、おう、子供時代、俺が生まれた時の記憶。ああ、生まれた。うわ、ここで生まれたって表現すんのか。俺の命をオルガにもらったなら、うわ、そうだ、決まってる。何の音だ。おう、生きているのか。バラバラだったぞ。おお、秋広は大丈夫なのかい。なんだよこいつ。ああ、本物の悪魔かよ。うろたえるな。所詮死に損ない。私が引導を渡してくれる。出たよ、本当に。意欲様ね。空気読まねえ野郎だよ。どうにかな。うわ、刺さってる。腐ったね。死ぬまで生きて命を果たしてやろうじゃねえか。そうだな、まだ止まれない。バルバトス、お前だって止まりたくないだろ。おお、ここでそれ来たか。じゃあ行くか。うわー、かっこいいのに手放して横目ね。こんな経験初めてだよ。あー、つらっ。ここ刺さってるのとか見るともうつらいんだよ。あー、来い。あー下がれ。こいつの相手は私がする。どぎつい、またこいつか。あー、おのれ、死に損ない。いや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 、この意欲鬼斬の裁きを受けろ。その名前、あーそうなるよな。名乗ったのが最後だよ。なんだと。おー、おお、こんなところだ。エオさん、ああ、生きてりゃいいことあるもんだな。おお、てめえをこの手でやれるとは。いい土産話ができた。ああ、なぜだ、なぜまだ抗う。手放しで喜べん。こんな無意味な戦いにどんな大義があるというのだ。大義、何それ。おめえも大義あんのかよ。そうだな、俺には意味なんてないけど。増やせ、こいつに近づいて。おお、あー辛すぎる。悪魔め、けど今は俺にはうわオルガがくれた意味がある。うわ、何にも持っていなかった俺のこの手の中にこんなにも多くのものが溢れてる。うわ、そうだ、俺たちはもうたどり着いてた。うわー、そうか。何なんです、あなたは。果たすべき大義もなく、なぜ。分かってねえな、こいつは。ああ、ああ、うわ、意識か。俺たちの本当の居場所。嘘だろ。だろ、オルガ。ああ、そうだな、ミカ。うわ、また汚れた。あ、アトラに怒られる。クーデリア、一緒に謝ってくれるかな。届かんかったのか最後。今ここにアリアンロッド艦隊司令
その悪魔作ったのお前らだろうよ。彼らの居場所、マクギリスファリド事件と呼ばれた一連の騒動はマクギリスファリド本人の死によって、え、今の色がなんか違うからなのかな、これ誰だ、ごめんなさい、ちょっとなんか裏だとわからない、めっちゃあのいやいや彼やんけっていう感じ、今出らんかったら本当ごめんなさい、今パッとすぐ出らんな、誰や、え、マクギリスファリド本人の死によって幕を下ろした。あ、あれ銃を持ってるってことは、あれ確か銃はミカからオルガへで、オルガから今持ってるってことはライド成長めっちゃ時間経ってるパターン、これ社会的信用を失いかけた。ちょっと違うけど、この日の出方あの右なんだけど、本当は初代のオープニングは右からこういうなんかまあ太陽みたいなのが出るんだけど、エンディングのアムロの歌では太陽が上から出てるんですよ。で太陽じゃない、月か、いや太陽か、月、卵、卵なんか出てるんですよ上から、太陽だよ、太陽、太陽が出てるんですよ、そう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 、上から太陽出てるんですよ。で OP は太陽みたいなのが出てるから俺は爆発だと撮ってたんだけど、どう右から太陽が登るかって話なんで、まあそういった話、ちょっとそこのオマージュ感はあるなって感じ。一時は社会的信用を失いかけたギャラルホルンだが、その構想を早期に解決したことで改めてその力を世界に示した。また異臭家、クジャン家、パリド家を失ったギャラルホルンはセブンスターズによる合議制を廃し、より民主的な組織として再編され、その初代代表にラスタルエリオンが就任した。お前かよ。エリオンは事件を契機にギャラルホルン火星支部を縮小、これを受け実質的に間接統治を任せていた各地球経済圏は火星の経営を断念、経済圏の支配から脱した火星の各都市は火星連合を設立、連合議長としてクーデリア・アイナ・バーンスタインが就任した。これには彼女自身の知名度の他にタービンズの一件でラスタルエリオンと密約を交わし、さらに勢力を拡大したテイワズの後押しが大きかったと言われる。テイワズ、ああそっかそっか、そうつながるのか。誰にも等しく権利を与えられる世界、マクギリスファリドの目指した理想の一端はくしくもラスタルエリオンの手によって成し遂げられようとしている。これマクギリスの期待やんな。人々は忘れていく。マクギリスファリドの起こした事件の1ページには、鉄火団という戦いしか知らぬ子供たちが存在していたことを、路肩に咲く野花に誰も気づかぬように、うわー、そういう扱いか。これちょっと俺英語がパッと読めらんからちょっと あれだけど、あーはい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 、オルガの名前が入って、アキヒロが入ってて、三日月、うわーそっかそっか、うわーそっか、最後にうわーそういうことか、仲間たちの名前がここにこういう風に入ってんだ、超悲しいな、えーぐー、あーあーすげーな。じゃあ一応はマクギリスがやりたかった形でラスタルはやってるってことか。しのー、いやーきついな、仲間たちがこういう風にたくさん知ってるんや。現在ここまかない記念行動では、ギャラルホルン代表ラスタルエリオン氏と火星連合議長クーデリアアイナ・バーンスタイン氏によるヒューマンデブリ廃止条約の調印式が行われています。おー進んでる。両氏は人権を無視され不当に搾取される子供たちを救うため手を取り合って戦うことを誓いました。この条約はアーブラウ前代表まかないトーモノスケ氏がその晩年最も力を入れて取り組んだ仕事であり、亡くなったか。今回ここが調印式の会場に選ばれた。あー鉄火団の、うわー本当にありがとうございました。いや私も革命の乙女に直接お会いできて大変有意義でした。乙女は成長してください。ヒューマンデブリ問題には我々も心を痛めていました。わお、それからはギャラルホルンの総力を上げているよ。あなたの夢の実現に取り組むつもりです。あ夢ですか、友人。実は私にはかつてヒューマンデブリだった家族がいました。お彼、じゃあ高木も。彼らはその境遇と真正面から戦い、そして散っていきました。私はただ彼らに恥じないように生きていたいだけなのです。なるほど。お嬢、車の用意ができました。お嬢、そろそろ。ありがとう。では。そっか。あれでこそだな。クーデリア・アイナ・バーンスタインが火星連合の議長に就任することをなぜ見過ごしたのか。テイワスが裏で手を回したということはラスタル様へ何らかの相談もあったはずですが、それぞれの川山用があるんだろう。あの女もそれを理解して立場を受け入れた。セイダク合わせ飲むですね。セイダク合わせ飲む。ラスタル様に提唱する新しいギャラルホルンを実現するためには、その新しいギャラルホルンの担い手は、むずい言葉、君だと皆が噂している悪魔の首を取った凛々しき女騎士。いつかのあなたの言葉、真実の強さを手に入れるためには人間らしくあれと。そんなこと言ったか。彼らは
鉄火団は悪魔ではない。誰よりも人間らしかった。彼らの居場所は戦場にしかなかったのです。野望や目的のための手段ではなく、人としてただひたすらに生きるために戦う、うん、そうだな、理解が追いついたな。だからこそ我々は彼らに恐怖した。相手の野望や目的を測れれば限界はおのずと見える。俺ももっと早くあいつを理解できていれば、うん、ジュリエッタ、この後の仕事は食事をする時間くらいはあるんだろ。ほう、随分と軽薄になられたものですね。仮面をかぶっていた頃は。いつの話をしているんだ。俺はもともとこんな人間だよ、うん、それともあの頃の方が好みだったか。はここがいい感じに。肉を消耗します。もう少し肉がついた方が俺の好みだ。しゃかましいわ。早っ、乱暴だって、うん、まあ一応はなんていうか理解は追いついたつう感じかな。だからなんていうかラスタルエリオンも気づきはあるなと思ったんですよ。徹底してるとこは徹底してるというか。でも俺ずっと彼らに正義はねえと思ってたんですよ本当に。ただ単にもうその腐敗しきった現状を維持するために戦ってるだけみたいな。だからお前らどこに正義あんねんつうことで、本当にもう終始なんだこれって感じなわけですよ。でそれが単純に勝ったってことでしょ。だからなんとか弱き者が声を上げたら潰されるっていう例を見せられただけっていうさ、ふざけんなよって感じやん。ただまあ一応はそんな彼も思うところはあったっていうことだよね。でいろいろと変えていったっつうことだよね。まあ少なくともヒューマンデブリを作ったのはギャラルホルンなんで、もう完全にそうなんで、そこをすっ飛ばしてなんか彼らは被害者だああだこうだって語っていると、うん被害者だよね、そうだよね、で誰が作ったの、お前やん、お前言うって感じなんですよ。だからそこら辺もまあ言葉にはなってねえけども理解はしてるんだろうね。納得はいかんけども、一つのまあなんていうか一応これがベストな形なんだろうね。ゴリ押しでただ単に自分らの今までの腐敗した状態を維持したっていうわけではなくて、致し方なくやるところはやってけじめをつけて、その上でお前らのあの意思は尊重する、なぜそうなったのかは理解してるよっていうことなんだろうね。そういうことだろうな。でマクギリスのこともさっき出た話もそうだけど、理解できてればっていうところはまあ同じようなね手だったし、まあ、もっと彼もいろんな苦悩があったんで、それが理解できてればもっと何かできていたのかもしれない。まあとはいえ何もできてなかったと思うけどね、話が複雑すぎて。そっか、まかない先生も今日のクーデリアさんの姿をお喜びだったと思います。お先生には最後までお世話になりました。お成長しとんな。いえ、現アーブラウ代表にも変わらぬお心遣いをいただいて、おー本当にありがとう。代表に俺なんて、高木大きくなったな。アレジさんに迷惑かけてねえだろうな。大きくなったな。副団長こそクーデリアさんに迷惑かけてないでしょうね。だからその呼び方やめろって。お副団長聞いてんのか分かんねえんだからよ。高木は私の秘書として頑張ってくれていますよ。名前つか。いずれは私の地盤を継いでもらいたいと考え。やってくれたのか。おお、そうなるのか。こいつが議員さんに。クーデリアさんがいつか言ってくれた。多くの世界を見て知識を深めることで、おお自分の選択肢を広げられるって。うん。俺分かってきた気がするんです。高木。俺も火星の世界中の子供たちのためにできることを見つけていきます。うん。いつかクーデリアさんと一緒に仕事ができるように。ええ、待っています。おお。お帰りなさいお嬢。調印式の中継見てましたよ。みんな一緒に。チャドさん、会社の方は変わりない？これでも紹介の方はクビータさんとデクスターさんがうまくやってくれてます。おお。採掘場の方も問題ありません。学校の方は順調です。おお、学校も。ただよかった。個人の方から人手が足りないと催促が。ダンクのやつまたかよ。お、彼はよくやっているわ。今回の条約で行き場のない子供たちはまだまだ増えるでしょうし。ああ。なんとか。いや、二人が一緒に。わ。それとライドたちのことなんですが。見つかったの？お、ノブリスゴルドンが火星に戻ってるって情報が入って以来、完全にこっちを避けてるみたいで。あいつまだあの時のことを。うわ、とりあえず捜索は続けて。そうか、けじめ。今は信じましょう。私たちは家族なのだから。そうだよ。まっ、それが残ってる。様々だな。さすが。便所に行く暇もない。お前らは車を回しておけ。けじめは必ず取るっていうのはこの作品だ。おお。汚い野郎だな、相変わらずサウナにしても、うん、なんだ入っとるぞ。俺がいつか覚えてますか。おや、誰だそれは。だろうな。あー、やっぱ彼だ、最後のお墓の。あー、そういうことか。伏線だ。ライド、こっちは片付いたぞ。おお。ああ、こっちも終わった。うわー、ナイス。ごめんけどナイス。どんなに離れていても、うん、たとえもう会えなくとも。いや、もうでも戻ってくれ、戻ってくれ。おー、お子さんが。おー、やべえ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 。おー、歩き続けること。おお、それが私たちの務めだと思うのです。今のはあのツインテの姉ちゃんかな。ああ、でも待って。ああ、そうだな、そうやな、ラフタじゃないあの姉ちゃんやんね。合ってるやんね。ああ、
名前が出らんな。わかるさ、ネーネーズのあのいつも操縦してたあの姉ちゃんで合ってるやんね。ツインテにしとるのがあの短くなってるからわからんけども、あ、当てます。違ったらごめんなさいね。うわーすげーすげー。歩き続けること、それが私たちの務めだと思うのです。おー、あ、ちゃんと裏にあの絵が。私たちの幸せを願って散っていった家族のためにも。あー、だな。そうだ、家族といえばライドモンとこいよ。エリビットさんのところの2人目、そろそろ予定日なんですよ。すげー。あ、でこっちの子供は今晩ヤマギとお祝いの打ち合わせをしようって。何が打ち合わせだよ。おー、ただの飲み会だろ。いいだ別に。あの、今晩はちょっと。おー、なんか予定ありました。2人目だろ、連合の議長様だぞ。あー、いえ、しばらく留守にしてたので家に帰っておきたいんです。おお、そりゃそうだ、愛する男が待ってるもんな。おお、うまいうまい、この表現は。そこ男の子っつうことか。おおほほほ、あー、おお、影がまんま、うわ成長したな、やばやば。ほら、暁暁。おお、はい、おかえりクーデリア。すげえ。ええ、赤月はいい子にしてた。うん、うわ、いい子は洗濯物で遊んだりしないんだよ。してた。うわ、そうですか。もうクーデリアは赤月に甘いんだから。すげえ。うわー、ずいぶん大きくなりましたね。3つ。うわー、3つ、三日月譲りだね。すげえ。未来を掴む手です。あー、で OP の手か。茶入れるね。クッキーとクラッカもちょうど戻ってきてるの。おお、家族だよ家族。私は愛しています。たとえ歴史の流れに忘れられようとも、鉄火団のみんなが作ってくれたこの世界を、あなたが残してくれたこの世界。うわーうわー、宇宙にも浮いとったな。うわー、でこの一枚か。あー、つらつらすぎる。やーべー、すげーわ。あー、なんかもう胸がすごいことになってるわ。うわ、マジか、この写真。うわ、そういうことか。うわー、すげー、そうなるのかこれ。はい、ということでね、見ていきましたけども、すげーな、オルフェンズ。やーべー。改めてね、オルフェンズ1期2期完走した、完走ということで、すごかったな。あ、マジですごかったな。なんていうかね、それぞれのガンダムって俺マジで大好きなんですよ。なんだろうな、本当にね、全部が全部でいい味があるんだよね。マジで良くて、でこのヒューマンドラマっていうところで、俺本当にトップクラスにね、このオルフェンズ好きなんですよ。なんかね、それぞれのガンダムっていろんなね、ここがいいよね、あれがいいよね、それがいいよねとかっていうのがあるんだけども、やっぱね、このオルフェンズにもそれがあって、たまらんのよな本当に。まあ、でこの辛い怒涛の流れっていうところで、みんなもね言っておりましたけど、本当に2期はきついよっていう。きついなマジで。なんでか、ガンダムは推しを作っちゃいかんっていうのはもう散々言われてるし、俺も分かってますよ。でも推しができちゃうのがガンダムなんですよ。気づいたら、うん、気づいたら、あ、俺推してるわってなるんだよ。でやっぱ好きになっちゃうし、でそのキャラたちがなくなっていくし、とはいえここまでなくなるのは初だよマジで。いろいろ見てきたけど、初ここまで行くかっていうさ、うん、主人公の2人死んでるかなっていう、そんなことあるっていう。でまあそこの驚きっつうところと、まあ確かに辛かった、本当に辛かった。で賛否あるっていう話をね聞いてました。その理由っていうのは明確には聞いてないですけども、賛否ありますけどもね、見てくださいみたいな。まず賛否っつうのは多分ここなんでしょうね。それ以外見つからないんだけど、このなんかきつい流れ、主人公やんなやみたいなさ。で多分主人公とか特にまたね、あの人気なところで、てかもう人気どころがもうどんどん死んでんだよね本当に。マジで死にまくってるからどうなってんだよっていう話でさ、それに対して多分ヘイトを買ってるのかなって俺は思うんですよ。で僕は基本的にハッピーエンドが好きなんで、そういったところではやはりね、好きなキャラたちが死んでいくっていうのは、あ、嫌です、もう本当に嫌です、マジで嫌です。ただ作品としては、最後まで見た感想としては、残念ながら綺麗にまとまってる、綺麗にまとまってるんで不満はないし、面白かった、はい、面白かったです。で手放しでは喜べないけどわかるわかる、一切俺は文句ない。できるならばドラゴンボールとかで復活させてくれよと思っちゃうんだけど、作品としては本当にパーフェクト、残念ながらパーフェクト、リアル、これがリアルなんだよ、これがリアルなんだよ。リアルの中でも、それでもアニメの中で、希望を残してくれたんですよ。こういう風にヒューマンデブリっていうものがなくなったりとかっていうのでは希望が残ってるんですよ。明日へ、未来へ続いているっていうところでは、うんっていうね。ただハードだね、胸痛いよ今、胃もめちゃくちゃ痛いもん
マジで。ただ本当に、全て込み込みで最後の筋を通したところもマジでクールな作品だなと思います。マジで脚光満点ですね。そんなこんなでね、皆さんここまでついてきてありがとうございます。でここからね、次の作品をね一緒に見ていく形になりますけども、皆さんのね、おすすめをこれ見てよジョニキみたいなね、ガンダムシリーズであればぜひともね、まあ、アナザーだね、教えていただければ。今のところエイジの可能性が高いかな、エイジに行く可能性が高いですけども、そこら辺皆さんちょっとね、コメントをいただければなと。そして、ガッツリとグッドボタンをね思いっきり押していただけたらなっていうふうに思います。グッドがこのチャンネルを支えるということでね、何卒よろしくお願いします。で、この長い時間本当にね、プレミア公開付き合っていただいて、ご中話分付き合っていただいて本当にありがとうございます。改めて今後ともね、何卒よろしくお願いいたします。それでは改めてチャンネル登録ボタンお願いします。また次回お会いしましょう。 See you next time!